しかったな。ボイスバディのお客さんで混んでるかな、会社に。指定席取っといてもいいかもしれませんね。ちょっと座りやんとね、ご飯食べやんに辛いですからね。おお、ツバメいっぱい。こんなところなんて歩いてるじゃないとなかなか入れませんからね。ああ、なんだか、ちょっと暖かい。肌暑いぐらいにはなってきましたもんね。半袖でよかった。半かけてそこはないか。まあ、それコンクリートで。田植えが終わってますね、この辺りは。あれですね、当初は本当の予定は実は最初は南紀でね、四日市から南紀に乗って南紀で行ってまた戻ってくる、桑名までね南紀に乗ってっていう往復何機使う予定だったんで、まあ青空フリーパスをね使うにしても、プラス3000円から4000円ぐらいはね、かかるかなっていう計算だったんですよ。なのでね、だいぶお安く行けてる。これ今回かなりリーズナブルな旅の提供できてるんじゃないですか。時間の無駄感はすさまじいですけどね。これは何だ？自宅？めちゃくちゃでも駐車場広いよな。ああ、いや一本家庭か。お店なのかなと思って違うな。普通に自宅なの。あ、駐車場なんだ。ワンデイ200円、月2500円って安いな。へえ。めちゃくちゃこっからこうやって作ったらお店みたいな感じですけどね。すごいな。なん、どういうこと？築地文化って。あー、ここに。利用用件はここに入れてってことね。あー。あ、電話番号書いてあった。僕の家ってなっちゃって、なるほどね、駐車場屋さんって感じだな。だからここ入ってくるのが大変そうだけど、これ覚えとくといいな。さっきまでね、あの早朝に出てきて、あの新宮の方に最速で行こうと思ったら、滝まで来ると滝始発があるはずなんで、すると結構新宮の方に、行くのにね、まあ言うてその電車じゃないとしんどいですからね。そう、途中が熊野の方とか抜けるときに、これはここまで参りで来といて、朝一ここから、1日なり2日駐車場使わせてもらってっていうと、南紀方面とか行くときに早くから回れるな。いや、まあそのまま車でね行ったら多分一番早いんですけど、早く着けることできるんですけど、言うてこっから先ね車で行くのがね、まあまあ運転してるとしんどいところですからね、覚えとこう。言っとったら何しても来るんちゃうかな。あ、あれか、さっき伊勢方面に来た列車は折り返して、あれですね、きっと これは道だな、多分そのまま特急南紀と合流するんでしょうね。
あ、もうなんか出てったのか。じゃあ、そろそろもう、ホーム買っといた。あ、そうだ、指定石鹸買っとこう。こんな感じも立派な男多いですし、まあ、立駅はね、言うて分岐しておく駅ですからね。紀勢本線と三宮線がね、分かれてるところで。なんで、結構ね、まあ、結構 立派ですよね。結構いろんな基地になってまして、友人駅です。よいしょ。これは真っ赤警察署内だ。いいですね。やっぱこう並んでる姿。はあ、なんとの車両が止まってるけど、ここ専用の車両でしょうね。お店前で混んでそうだな。そうしよう。有人駅だから、多分駅の窓口で指定開始組の指定券買えるでしょ。もう、ね、そもそもの予定からだいぶ予算浮いてるんで、全然それぐらい復活も余裕ですからね。ちょっと JR に貢献を兼ねてね、指定券買っておきましょう。よいしょ。